今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録。今回は小倉芝 1800m の血糖傾向分析をお届けしていきます。はい、ということでいよいよ2023年の小倉競馬場開催が開幕ということで、重賞レースも行われる小倉芝 1800m の重要種牡馬データを一挙に公開していきます。今回少し短めの動画にはなるんですけども、その分馬券に直結するデータのみに絞ってお届けしますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。なお今回ご紹介のデータは、2018年から2022年の直近約5年間分のデータとなっております。2018年以降、2023年の小倉競馬場開催が始まる前までのデータを集めた分析となっておりますので、あらかじめご了承ください。まずは小倉芝 1800m の、産駒勝利数順に並べた種牡馬ランキングです。やはりここでも、ディープインパクト産駒が圧倒的な勝利数を収めております。勝利数だけでなくてですね、好走率も高いですし、回収率も優秀ですので、この小倉芝 1800m はディープインパクト産駒の良さがしっかりと出せるコースのようですね。他で目立つところで言えば、ドゥラメンテ産駒と北三ブラック産駒が驚異的な好走率回収率マークしているところが目立つかなと思います。ともに副賞回収率は 40% を超えているような成績ですので、ドゥランメッテ産駒と北三ブラック産駒は、この小倉芝 1800m ではかなりの要注意な種牡馬となりそうです。はい、続いては先ほどの産駒勝利数順のランキングには漏れたものの、その産駒が高い好走率をマークしている注目種牡馬を2頭ピックアップしてみました。ドレフォン産駒とアメリカンペイトリオット産駒ですね。2頭ともまだまだサンプル数の少ないデータにはなるので、今後要注目のデータかなとは思うんですけども、ドレフォン産駒、アメリカンペイトリオット産駒ともに、小倉芝 1800m でご覧の通り現状高い好走率をマークしていますので、この2頭の種牡馬の産駒についても要注意が必要です。はい、それではこれ以降は各種牡馬のデータを深掘りして、見出せた、高い好走率をマークする条件、買い時ポイントを絞ってご紹介していきます。はい、それではまずはこの小倉芝 1800m において高い好走率をマークし、産駒勝利数ランキングでも上位にランクインしていたドゥラメンテ産駒のデータについて見ていきます。現状ちょっとまだまだデータ揃いきってない印象ですので、今後傾向が変わってくる可能性もあるんですけども、ご覧いただいてます通り2歳3歳児よりも小馬になってからの方が高い好走率を現状ではマークしています。4歳以降では勝率 40%、 連帯率 50%、 副賞率 60% と驚異的な好走率をマークしています。2歳の時、3歳の時も文句のない成績なんですけども、現状では小馬になってからの方が高い成績をマークする傾向はぜひ覚えておいた方が良さそうです。はい、続きましてはこちらもこのコースにおいて驚異的な成績をマークしている北三ブラック産駒について掘り下げてみていきます。北三ブラック産駒についてはクラス別の成績を出してみました。こちらもまだまだサンプル数の少ないデータなので、今後また傾向が変わっていくんだとは思うんですけども、現状では新馬戦未勝利戦では圧倒的な好走率回収率を誇るものの、1勝クラス以上では馬券圏内が未だゼロとなっています。まだ4回しか出走数のないデータになるので何とも言えないんですけども、新馬戦未勝利戦で見せている圧倒的なコース適性からすればちょっと寂しい数字かなと思っています。今後要経過観察のデータとしてご紹介させていただきますので、今後ですね、新馬戦未勝利戦では引き続きご注目していただきまして、1勝クラス以上のレースではどういった成績を今後収めていくのかというところは別の観点からまた注目していきたいと思います。はい、それでは北三ブラック産駒についてもう一つデータをご紹介させていただきます。小倉芝 1800m と、似たような条件で小倉芝 2000m という、条件があるんですけれども、小倉芝 1800m と小倉芝 2000m での北三ブラック産駒の成績を比較してみてみます。小倉芝 1800m ではかなり高い成績マークしているんですけれども、なぜかですね、小倉芝 2000m では成績が全く振るわない傾向がありますので、こちらちょっと今回の、分析とはちょっと外れる部分があるんですけども、かなり成績に偏りがありますので、ぜひ覚えておきましょう。
はい、続きましてはこのコースにおける好成績注目種牡馬としてピックアップをさせていただきましたドレフォン3区について掘り下げてみていきます。ドレフォン3区についてはこのコースにおける性別ごとの成績比較をご覧いただいております。牡馬1000番については今のところ好成績を収めているんですけども、牝馬についてはちょっと未だ、勝ち星がない状況となっています。まあ、これもですねまだまだサンプル数少ないデータですので変わっていくかなとは思うんですけども、まあ、現状では牡馬1000馬はかなり狙い目となるかなといったところなんですけども、まあ、牝馬では好走、実績があまりない形となっています。まあ、性別ごとではっきりコース適性が分かれる可能性がありますので、まあ、こちらも今後要注目のデータかなと思います。はい、続きましてはゴールドシップ3区についてちょっと見ていきたいなと思います。小倉芝 1800m におけるゴールドシップ3区の馬場状態別の成績ご覧いただいております。ご覧の通りこのコース両馬場の際は成績全く振るわないんですけども、両馬場以外、やや重馬場不良馬場の際には、ご覧の通りこちら圧倒的な好走率マークしております。勝率 36.4% 副勝率 54.5% と両馬場以外では圧倒的な適性を見せつけられますので、両馬場の時はちょっとゴールドシップ3区、狙い下げた方がいいかなといった印象なんですけども、両馬場以外の際は積極的に買う方が良さそうなデータとなっています。ゴールドシップ3区についてはこのコースにおいては馬場状態別で取捨を判断すると良さそうです。はい、続きましてはハービンジャー3区について見ていきます。ハービンジャー3区については基本的にはこの小倉芝 1800m においてはパッとしない成績にはなってしまうんですけども、ある一定の条件を満たすと高い好走率をマークする傾向があることが判明しました。ご覧いただいてます通り小倉芝 1800m ハービンジャー3区牝馬で両馬場以外の場合ですねなんと勝率が 27.3%、連帯率 36.4% 副勝率 45.5% と圧倒的な高走率をマークします。まあ、なかなかお目にかかることのない条件かもしれませんが、条件に合致する、馬を見つけた時にはピンポイントで狙っておいた方が良さそうです。はい、以上小倉芝 1800m の今日から使える簡単決闘データ、種牡馬データ買い時ポイントをご紹介させていただきました。まあ、なかなかピンポイントで合致する馬を見つけるのは難しいかなとは思うんですけども、まあ、その分ですね、この条件に合致する馬を見つけた時には美味しい馬券に直結するデータかなと思いますので、ぜひ予想の参考にしていただければと思います。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。決闘データ備忘録 YouTube チャンネル、今日から使える簡単決闘データをテーマに、今後もですね、レースの予想に役立つ決闘データを積極的に配信してまいりたいと思っております。現在チャンネル登録者数が、3000人目前となっております。今年中にですねなんとかチャンネル登録者数5000人達成を目標に、頑張っておりますので、チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また他の小倉競馬場のコースについてもですね、随時配信していく予定となっておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてお待ちいただければと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。